昨日君が自分から下ろしたスカートのファスナー、およそ期待した通りのあれが僕を締め付けた。大切にしなきゃならないものがこの世にはいっぱいあるという、でもそれが君じゃないことを今日僕は気づいてしまった。きっとウルトラマンのそれのように君の背中にもファスナーがついていて、せさよ囲んだ陽光が苦し紛れに次のターゲットを探している。でもそれが君じゃないことを想像していて少し泣いてしまう。もしもウルトラマンのそれのように、全てのことにはファスナーがついていて、僕が背中見せているその隙に牙を抜くつもりでも信じている目打ちはあると思えるんだ。Bye.